災害対策本部です。JR の国の管制庁と県の職員や消防、それに医療関係者などが担当ごとに分かれて慌ただしく情報収集や現場の指示を行っています。今朝から行われた県の災害対策本部の3回目の会議では、午前5時現在、熊本県内の505の避難所に合わせて4万4000人余りが避難していることが報告されました。また、県内の小学校や中学校、それに高校、合わせて73校に地震による建物への被害が確認されたということです。熊本県庁にはこの後、内閣府の松本副大臣を一同とする政府の調査団が訪れることになっていて、蒲島市と被害の状況や救出作業、それに被災者の支援について話し合うということです。以上、熊本県庁からお伝えしました。安倍総理大臣は午前9時ごろに開かれた衆議院の通常委員会の冒頭で、住民の安全確保に全力を尽くしていく考えだと言いました。政府としては火災害、警察、消防、自衛隊など3000人を超える人員を現地に攻撃、住民の救命救助に当たってきているところでありますが、時間との勝負であり、引き続き事態を最大限防衛し、住民の安全確保